日本アメリカの国家機密情報に詳しいスペシャルゲストの方をお呼びしています。早速ご紹介いたしましょう。本日のゲスト、杉村太蔵さんです。どうぞ拍手でお迎えくださいませ。よろしくお願いいたします。詳しいですよ、機密情報に関しては。そうでしょうね、はい、ほとんどあんまり教えてくれませんでしたけどね。あ、そうなんですね。でもただこのデルタフォース、4年議員やって3年目でしたかね、防衛省、防衛庁が防衛省に昇格になった時に幹部と食事してましてね、ちょうどこの話題だったんですよ。今はっきり覚えてます。噂ではね、常々、ね、出回っているこのアメリカ軍の陸軍の極秘部隊、まさかそれをモデルにしたドラマがあるっていうのは知らなかったですね。家内と見せていただきましたが、ちょっと今までのドラマにはない、ドラマとは思えないですね、まあ、臨場感と迫力のある映像、まあアクションシーンというのはですね、本当に見応えがありますので、まあ、オリンピックがですね非常に盛り上がってますけども、ぜひこちらのユニットの方もですね、大勢の皆さんにですねご覧いただいて楽しんでいただきたいなと思います。私心からご推薦申し上げる作品でございます。いやー、あるんでしょうね。噂ですけどね、本当に確認の取りようがないことなんですけども、はい、アメリカの在日大使館の方々はニヤニヤして話を聞いてくれました。ニヤニヤしておく、いや、あるんですかと。実際そういうものは、その大統領も知らないって言うんですよ。そんなことがありえるかと。それから例のオサマ・ビンラディンがね、狙撃されましたね、フセインが捕まったりとか、あの時も通常の海兵隊が行ってると、ただ全く別部隊で、そのメディアには絶対に出てこない、まあ、裏部隊があるというような、まあ話はいろいろ聞くわけですよ。本当かどうか分かりませんけどね。国防省の人は否定してました。そんなのありませんよと。そうなんですか。でもアメリカの国務省の方はニヤニヤしてました。いやだから本当に私は実際にそういう話を聞いてますんでね、この極秘部隊っていうのをモデルにしたドラマがあって、いやアメリカらしいですよ。ぜひご覧いただいたら分かりますが、このボスがね、ブレインがまたかっこいいんですね。本当に統率力、判断力、そしてチーム調整力、何よりもねやっぱり秘密をね喋らないっていうのはすごいことですね。ご家族のね奥さんの話も出てくるんですよ。はい、ファミリーの話、ファミリーの話、はい、だそれなんかもね、家内と俺がもし極秘部隊に入ったらどうすると、いや奥様は何とおっしゃってたんですか。いや、パーパーは無理だと、喋るからと、まあ、そんなこと言われましたけどね。でもまあぜひ本当に臨場感あふれる映像ですので、多くの方にご覧いただきたいですね。今回はイベントを行うにあたりまして、実は杉村さんにはですね、お名前に同じ杉がつく方とですね、この作品名ザ・ユニットにちなんだユニットを組んでいただこうと、本日限定のワイルドなユニット組んでいただこうということでですね、では早速そのお相手の方をご紹介いたしましょう。もう一人のゲストはこの方です。さすがにちょっとガラスが落ちてるかもしれないと思ったからサンダルを履いてきたんだね。どうだい、ワイルドだぜ今日も。また見せてやろうかだぜ。この見てくれだぜ、この DVD のケース、中もうズタボロにしてきてやったぜこれ。間違って DVD 入れるもんなら DVD 傷だらけになるぜ、ワイルドだろ。じゃあもう一個やるぜ、このノートもワイルドだぜ、買ってすぐ全ページこれ
張り合わせてやったぜ。俺もう書くとこ、こことここしかねえ。気安くメモ取れねえぜ。悪だろ。違いますよね。そうだぜ。分かってないのかね、スタッフさんは。本当にいつも私はノースリーブだって言ってるじゃないの。ね、まあスタッフさんには悪いけども、こうさせてもらうぜ。練習はね、実弾を使って練習をしているんですよ。そうなんですよね。ね、そんな映画じゃない、ドラマ見たことありますか？ないですね。ないですよ、はい、俺がもうリアリティの塊の素晴らしいドラマです。やっぱりワイルドなスギちゃんから見てもワイルドな、ワイルドすぎたね。ワイルドすぎて、もう途中で叩き割ってやったぜ。このままじゃ負けると思ったから叩き割ってやったぜ。そうですか。自らも鍛え直すみたいな。恐ろしくなってしまったからね。ユニットの結成記念、さらに今作ザ・ユニットのヒット祈願としてスイカ割りに挑戦していただきます。そしてスギちゃんの方に実際に割っていただいて、そして杉村さんには横からこう、もうちょっと右とか左とか、そんな感じでアドバイス、声援をいただければと思います。わかりました。よし、終わったぜ。DVD ザ・ユニットヒット祈願スイカ割り、お願いいたします。よし、終わぜひお願いします。ありがとうございます。杉村さん、お願いします。そうですね、私はもう非臨場感あふれるですね、はい、映像と楽しんでいただければなと思います。実際にね、あると噂されているベルタフォースだけにね、見てて本当にリアリティが伝わってきますので、はい、多くの皆さんにご覧いただきたいと思います、はい、どうもありがとうございます、はい。